おはようございます。6月11日火曜日朝6時の相場解説になりますえ。今回はですね、3つの時間軸の方向をちょっと確認してからにしようかと思いますけども、今ご覧いただいている冷やしってのは、まあ、どう見ても上昇傾向にありますよね。これわかりますかね右肩上がりでしょうん。どう見てもそうですよね。はい。まあ、それ以外言うことないんですけどね。はい。で、次4時間です。4時間を見ていくとどうでしょうか はい。4時間はちょっと横ばいにも見えますけども、まあ、シビアに見ると、ここからここまで来てますんで、まあ、右肩上がりかなっていうところは見えます。えー、ただし、このあたりだけ切り取っていくと、まあ、必ずしも右肩上がりではないかなと。横ばいに見えるところあるかなっていうところですよね。えー、ただし、今度はもうちょっと範囲を狭めていくと、上昇トレンドの傾向が顕著ですね。 引い目に見ると右肩上がりということがわかると思います。で、最後1時間軸ですけどもどうでしょうか。これもね、全体を見ると、まあどっちかっていうと横ばいなんですよね。この辺りから出たものがこの辺りにやっと戻ってきたところですから。ね、やっと戻ってきたところなんで、まあ横ばいかなっていうふうには見えます。ただし、この辺り切り取ってみると急速に上昇しているっていうところがわかります。 で、結局どうなのかってことなんですけども、この辺りを切り取ってみることになりますね。昨日引いたレンジです。あ、ちょっと太くなっちゃいましたね、ね。<laughs> すいません。レンジであり、レンジ、レンジなんですよね。今、昨日一瞬上に持ち上がったところが降りてきて、この辺りでね、まあ、トライアングルなのか横ばいなのか、うん、まあ、わからないですけども、こういう風な方向に進んできてますね。で、 ネックラインの話を前回の動画でしましたけども、ここを超えるようなら、もう上昇に向かうと思っていいんですけども、今のところそこに向かわずに、ここで上昇したんですけども、今ね、下の方にもう一回ずれちゃいましたね。まあ、ですんで、これが移動平均線に絡んで、上の方に跳ねていくのか、それとも移動平均線に巻き込まれて、横ばいになっていくのか、ここをちょっと見ていきたいなってところです。もしかしたら、こういう風なね、収束に入っていって、ブレークってのを待つ。 そんなパターンかもしれませんからね。はい、とりあえずは9時ぐらいまで様子を見て、場合によっては午前中しっかりと動きを見てですね、それからエントリーのタイミングを測ろうかっていうところですかね。はい、じゃあ今回以上です。また後ほどお会いしましょう。